このガイドでは暗号通貨取引所 MXC のアカウントに入金し、スマートコインを購入してウォレットに引き出す方法を紹介します。スマートコインはウルティマトの全ての取引でガスとして使用されます。分割取引を行うにはウォレットに少なくとも5500スマートを持っている必要があります。ステップ1、アカウントへの入金。取引所にログインしてください。ウォレット、デポジットを選択してください。送金したい暗号通貨とネットワークを選択してください。その後、クリックとジェネレートアドレスをクリックしてください。入金用の QR コードとコピー可能なアドレスが表示されます。お好きな方法で暗号通貨をこのアドレスに送金してください。取引処理の完了を待ってください。処理が完了すると、ウォレットの残高が増加したことが表示されます。これで最初の注文を行うことができます。ステップ2、スマートの購入。ホームページでスポットを選択してください。検索欄に購入したい暗号通貨の名前を入力してください。スマートを見つけましょう。スマート USDT ペアが利用可能であることがわかります。スマートを市場価格、現在の価格で購入するか、希望する価格にリミット注文を設定するか選択できます。またストップリミット注文を設定して取引の実行価格をコントロールすることもできます。注文タイプを選択し、スマートを購入したい価格、リミット注文の場合、購入したいスマートの数量を選択し、Buy スマートボタンをクリックしてください。以上です。 MXC 取引所でスマートを購入しました。これらをスマートウォレットに送金する必要があります。ステップ3、スマートウォレットへの送金。取引所からコインを送信するためにはウォレットのアドレスをコピーする必要があります。スマートウォレットアプリを開き、スマートカードをクリックしてください。コピー可能なウォレットアドレスが表示されます。MEXC に戻り、ウォレットに移動し、Withdraw を選択してください。検索欄にスマートという名称を入力してください。コピーしたウォレットアドレスと送信したいスマートの数量を入力してください。送信を確認し、取引処理が完了するのを待ってください。取引が完了すると、コインがウォレットに届きます。